皆さんこんにちは。今回の動画ではありがとうと言われた時にそのお返事として何を言ったらいいのかについて話したいと思います。普通何かをしてもらった時や贈り物をもらった時には自然と「ありがとう」という言葉が口をついて出るのが普通だと思いますね。そのお返事として私たち日本語の教科書から学んだのは「あのどういたしまして」という 表現ですね。もし相手の方があの友人や同僚であれば全然平気だと思いますが、もしその相手の方が目上の人、先輩、上司であれば、あのお礼の返事としてどういたしましてという返し方はちょっとやばいかなと考えられます。なぜならば、どういたしましてを別の言葉で言い換えると大したことはありませんと同義ですね。これでは上司に対してどうしても物を上から言っているような印象を与えてしまいますので、 あの先輩や上司といった目上の人に対しての返事としてはちょっと不適切だと考えられます。では、どういたしまして以外に何か適切な表現があるのかしらもちろんあります。今から紹介します。でも、これらのあの返事例を紹介する前にもう一つ皆さんにしておきたいのは、あの、 どういたしましては全ての場合で NG というわけではないですねその相手の方があの先輩であっても上司であってももし親しい間柄であったら全然セーフだと思いますでは今から目上の人に対して使える返事例を紹介しますまずはお役に立てて嬉しいですお役に立てて嬉しいですこの嬉しいという形容詞を幸せに変えても OK ですねお役に立てて幸せです お役に立てて幸せです。二番目は、お役に立てれば嬉しいです。お役に立てれば嬉しいですこの前に、あの、とんでもないことでございます。を言ってから、お役に立てれば嬉しいです。と言っても OK ですね。とんでもないことでございます。お役に立てれば嬉しいです。ケ、OK、ー。三番目は、喜んでいただいて幸いです。喜んでいただいて幸いです。四番目は、なんだろう。 4番目は「またいつでもおっしゃってください」またいいつでもおっっしゃってくださいこの「おっしゃる」というのはあの言うという動詞の尊敬語ですね。おっしゃるおっしゃるまたいつでもおっしゃってください。5番目は「お手伝いできてよかったです」。 ここには手伝うという動詞を使いました。もう一つ手伝うという動詞を使った文はこうなりますね。あの、他にもお手伝いできることがあればお申し付けください。他にもお手伝いできることがあればお申し付けください。OK。じゃあ最後には、なんだろう、うん。そんなに言われると恐縮です。 そんなに言われると恐縮です。そして、うれしゃん、チェンチェン、ホでは、今日の動画はここで終わりになります。もしこの動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねボタンを押してください。あとはたくさんのシェアもお願い申し上げます。では、次の動画で会いましょう。バイバイ。ゃよ。You can do it. できる <laughs>